はい、どうも皆さんこんばんは、しょうがない人です。それでは行きましょう。今週の徹子の部屋。はい、今週の徹子の部屋なんですけども、月曜日、ジュンとネネのお二人が出てこられまして、で、金曜日、山下秀子さんでおしまいというような一週間でございました。今週はね、本当にまあ、出だしの月曜日からお話しさせていただきましょうかね。月曜日のジュンとネネのお二人ね、まあ、ほぼ同い年の73歳ということであったんですけども、まあね、お若いというか、声が、本当に衰えなしというような雰囲気でした。ジュンさんはね、よりハスキー味のかかったような、マスキュリンな感じのお声立ちなところに、加えて、女性的という言葉で、表現するには、少々厄介なような雰囲気を漂わしたネネさんの、お歌の声。で、お二人ともすごくね、なんかね、お互いの個性っていうのをお互いが譲り合わないっていうような、なんかすごい方、ファッションとかもなんかペアとかデュエットのお二人って大体似たような系統のジャンルの服で合わされることが多いなっていうふうに私なんか思ってたんですけども、全く本当に真逆と言っていいほどの衣装の雰囲気の違い。ねねさんはね、やっぱりちょっとミニ丈のワンピースだったりだとか、ちょっと露出があるような感じで、こびれがあったりとか、その女性的なね、体のラインが見えるような服を、着てらっしゃったりとかされている中で、もう本当にジュンさんはね、対談40周年っていうような感じの、元宝塚トップスターっていうような雰囲気、もう、コン・ヨーコさんかなって最初、コン・ヨーコさんか、佐伯千鶴さんかなと思ったら、ジュンさんだったっていうようなね、出だしでしたけど、本当にね、何がいいって、やっぱね、お二人ね、やっぱりね、なんかすごい距離が近いっていうか、本当に仲がいいんだなっていうのを感じさせてくれるような距離の近さ。なんか、お二人でお話になる時とかも、まあ、二人ペアで、まあ、横に椅子に座ってはいますけど、まあ、大体顔なんて、ここぐらいにあって喋りゃいいのに、もう、ネネさんが、ここで、ジュンさんに話を振ったりとか、されてるのとかを見ると、本当に、6月、やっぱプライドマンスだからかなってなんか私なんか思ったんですけど、全然違いました。お二人とももうご結婚も、されて、お子さんもいらっしゃって、もう、徹子さんも大爆笑でしたけど、ねねさんは3回離婚経験があるっていうようなことで、すごい本当に楽しそうに過ごして、今ね、オーストラリアでしたっけのに旦那さんが、オーストラリア人の旦那さんがいらっしゃって、市議会議員をね、岡山の市議会議員の傍ら、オーストラリア人の旦那さんを抱えるっていうようなすごい生活。で、合間にね、映った映像をご覧になったでしょうか。なんか100人一首の和歌を、にメロディーをつけて、なんかオリジナルの PV を熊野古道でおとりになってるような映像が見れたんですけど、本当にね、映像全部欲しいなっていうような映像、あれもしかしたらね、 YouTube にあるのかもしれない、私ちょっとまだ確認してないんですけど、もしあったら絶対見てほしいですね。いろんなコスプレをねねさんがねされてて、そのこういう深いなんかここにミスみたいな感じがのがついた頭にかぶる帽子にお着物でいらっしゃって、振り返るとね、その隙間からねねさん、今のねねさんがね、ニコって笑った顔で見えるなんていうのはね、本当にいいなっていう感じがしました。リンネとかね、リングとか、ああいった世界観に近いような不思議な感じでございましたけども、本当に歌声が素晴らしくって、今もなお健在、もう70代もブイブイはしてるっていうような雰囲気で、ございましたから、ぜひね、今後も見ていきたいな、なんていうふうに思わせてもらえるような、月曜日でした。で、まあ、あとはね、やっぱり印象的だったのは金曜日の山下秀子さんでしょうか。断捨離の、発案者というか、まあ、断捨離の本を出されてね、断捨離に R をね、お付けになられた方ですけども、断捨離、まあ、私、
断捨離っていう言葉はね、やっぱりその流行ってよく聞いてましたし、私なんかまあ、後ろに見ていただいても、本当にあのシンプルな、あの物の少ないような家で暮らしてますので、あの、あれなんですけど、その生い立ちというかね、これまでの経歴を存じ上げなかったんですけど、まあ、55歳まで普通の主婦をされてて、あの、姑さんとのね、関係に悩まれて、で、夫婦関係、親子関係っていうんですか、姑さんとの関係を断捨離されたところら辺から、活動が始まって、今のね、本当にあの、出てこられて、もうものすごい若々しいファッションと、おぐしで、まあ、にこやかな笑顔と、で、あの、なんかね、ちょっと、ね、癖のあるというか、ちょいちょいた、あの、徹子さんにも、タメ口になられるような場面があったりだとかして、あの、非常になんかあの、とっつきにくいような感じ、まあ、それは姑さんとも揉めるだろうなっていうような雰囲気の方でしたけど、あの、それも含めてね、で、あの、で、結果的にあの、話を聞いてると、まあ、最後を締められる時も、断捨離で人生に自分の時間をたくさん設けて満喫してくださいっていうような話をされていて、で、まあ、片付けのあの、テクニックみたいなものとかも、あの、紹介はされてたんですけども、あの、人間関係とか、そういったところも断捨離っていうのは使えるんですよっていう話が結構メインで、あの、繰り広げられていて、徹子さんもね、あの、その、姑さんと揉めていた話とかも非常にケタ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 笑って、声を上げてね、笑ってらっしゃったので、やっぱり徹子さんだなっていうようなところもありましたけど、徹子さんもね、本当にあの、YouTube なんかを見ていても、本当にこれいらないでしょって、あの、見てても思うようなものとかをね、大量にご購入される、あの、ようなところをお見受けしますので、まあ、そういった面でもね、あの、物を減らすっていうことにはすごい抵抗がありそうな感じでしたけど、まあ、人間関係の断捨離っていう点では、徹子さんすっかり断捨離されてるような雰囲気、昔からね、あの、あんまり多くとつるむようなタイプの方じゃなさそうなあの雰囲気の方でしたので、あの、そういったところであの多分シンパシーを感じられて、あの、良かったのではないかなっていうふうにあの感じましたね。で、まあ、あと、まあ、水曜日でした、あ、火曜日かに、あの、浅田舞さんがね、あの、お姉ちゃんの舞ちゃんがあの出てこらっしゃいまして、あの、何でしたあれ、アルゼンチン単語に今ハマってらっしゃるということで、なんか私知らなかったんですけど、あの、アルゼンチンダンス留学をされたりとか、あの、されてたみたいで、まあ、その踊ってらっしゃる映像なんかもね、見ましたけど、まあ、非常に、やっぱさすがお上手というか、っていう感じでしたけどね、そんな、昔話のね、あたりが良かったです。なんかその、まだ、高校生ぐらいの時に、家が厳しいっていうか、学校の、門にお母さんが車をつけていて、スケートリンクまで連れてかれて、あの、10時ぐらいまで練習して帰って寝て、朝になったら学校行って、またスケートリンクに連れてかれてっていう生活で、私はもっと他のことがしたいのにって、舞ちゃんは思って、でも、1階から出ると絶対に親に捕まるしバレちゃうから、2階から、布団とかシーツとかを繋いで、窓から脱出して遊びに行ってたみたいな話とかをね、あの、されてて、あ、そんななんかあの、高橋留美子さんの世界みたいな、あの、ね、なんかすごい脱走の仕方とかをね、実践されてる方がいたんだなんていうふうに、あの、思った次第でしたけど、やっぱりなんかその、そういった面でもね、やっぱりその、真央さんと、の、舞さんの違いというか、舞さんはね、昔からはちょっと、その、なんて言うんだろうな、あの、フィギュアスケーターの中でもね、安藤美姫さん的な、あの、雰囲気をちょっと醸し出されてるような雰囲気があったので、やっぱそこもね、あの、そういう、舞さんの姿を見ても、真央ちゃんはもう、もう仕方がないな、お姉ちゃんは、みたいな感じで部屋にいました、みたいな話をされてたので、あ、やっぱそういったところにも、やっぱ人間性ってね、同じ家庭環境で育っても、やっぱり持って生まれたものってあるよね、っていうようなところを思わさせてもらったような感じの一週間でございました。あ、すいません。あの、なんか、動画の中に、ベストオブ、今週のベストオブ徹子の部屋を完全に入れるのを忘れてたというか、あの、言うのを忘れて、あの、動画終わっちゃってしまっていたので、ちょっとこういった、ちょっと、あの、トリッキーな形で発表するような形になって申し訳ないんですけども、今週のベストオブ徹子の部屋は、ジュンとネネのお二人に決めさせていただきます。ジュンとネネのお二人、おめでとうございました。お返しします。
はい、本当にね、今週は私もね、いろいろ思うところありましたけども、まあ、ジューンとネネのね、お二人が、お元気そうで見れたのが良かったです、本当に。今後ね、またね、来週とか再来週あたりとかにね、ヒデとロザンナの方とか、出てきてくださったら、非常にありがたいなというような、気持ちでおります。リリーズはね、妹さんが亡くなっちゃって、あれだったので、やっぱデュエット歌手のお二人は、どんどん、今のうちにね、たくさん出ていってもらえたらありがたいなというふうに思いました。ということで、今週もそろそろ終わりにしたいと思います。それでは皆さん、そろそろお引き取りください。